さあ、自粛要請も緩和されたみたいだし、そろそろ仕事再開だな。ちょっとあんた、マスクもしないでダメじゃない。新型コロナウイルスが完全になくなったわけじゃないんだから。おはようございます。あら、あきらくん、今日はどうしたの？俺が呼んだんだよ。今日あたりそろそろ店を開くってな。そんな急に？ああ。お店を開くならお客様や従業員の安全のためにもきちんと感染対策をしなきゃ。ちょうどいいわ、今日はみんなでお店再開に向けてコロナ感染対策の勉強をしましょう。さて、まずは何から？まずはお客様に向けての対策ね。お店に入るときは手の消毒をお願いしましょう。入り口やトイレに消毒用アルコールを用意して、まめに手を消毒してもらう。なるほどね。消毒用アルコールを買う。新型コロナの症状に発熱がありますよね。熱を測ってもらうってのはどうです？入り口で？そいつは面倒だろう。今は脇の下に挟まなくても測れる体温計があるそうよ。これなら時間も取らないんじゃないかしら。人と人との間は距離を取った方がいいんですよね。お店の中でもなるべく距離を取れるように、例えば座席の間を広くしたり、対面で座らないで済むようにするといいわね。店が混んでいるときはそうもいかないだろう。そうね。できれば日時を指定して予約してきてもらうといいんだけど。うちでは完全予約制は無理かな。このあたりは店の規模に合わせて考えるしかないわね。他にどんなことに気をつければいい？食事が終わった後にもお客様が使ったテーブルや調味料入れを消毒した方がいいわね。客が入れ替わるタイミングでやるといいな。テーブルや椅子を共有するのは従業員も同じね。休憩時間に使うテーブルや椅子も定期的に消毒した方がいいわね。次に従業員向けの対策ね。まずは体調管理。出勤前に検温して、他にも体に異常がないか確認する。毎日報告してもらって記録を取るといいわね。毎日の記録？ん？これって前にも聞いたことがあるな。ああ、食中毒対策ですね。そう、それだ。着ているものを毎日清潔なものに交換するとか、仕事中まめに手洗いや消毒を行うことは食中毒対策にも有効よね。じゃあコロナ対策ならではの注意は何だろう？やはりマスクの着用ね。あとは店内の換気。窓を開けるだけじゃなくて扇風機を外に向けて使うと部屋の空気が入れ替えられるそうよ。最後にお店全体の環境整備を考えましょう。レジなどお客様と対面する場所には透明ビニールカーテンをかける。取り付け作業が必要だけど、これはあきらくんとやろう。はい、わかりました。あと汚れやすいところといえばトイレ。トイレにはこんなにたくさんウイルスがつきやすい場所があるのよ。うわ、こんなに。しかしこれも食中毒対策で聞いた話だな。保健所では 0.05% に薄めた次亜塩素酸ナトリウム液などの使用を進めているわ。安全に取り扱うため使うときは必ずゴム手袋とマスクをつけること。ん？いつの間にかこんなものが置いてある。ウイルスを広げないためには使い捨てペーパータオルがいいの。それにゴミ箱も蓋付きで、なるべく手で触らないで済むものがいいわね。とはいえゴミを捨てるときは触らないわけにはいかないな。その時にもマスクとゴム手袋が必須。ビニール袋に入れて密封することも大切ね。他に消毒しておく場所はあるかな？チェーン店などでよく見かけるタッチパネルや順番待ちのベンチ。ビルの中にあるお店なら
エレベーターのボタンも大勢のお客様が触れる場所ね。それにしても母さん、ずいぶん詳しいな。見直したよ。そう？まあ、お店を切り盛りしていくための常識ってとこね。あれ？おかみさん、これ何ですか？あ、それ。なんだ、これを見て言ってたのか。へへ、バレちゃった。とはいえ、俺たちが守らなきゃならないことに変わりはないな。さすが店長、物分かりがいい。褒めたって何も出ないぞ。さあ、それより早速開店に向けて準備しようじゃないか。忙しくなるぞ。はい。じゃあ、私は必要なものを買いに。